げえ、穴に入れば 99% 取れる。このエースとか初めて見ました。ラーメン。すごいこれ。面白い。ニューユーフォの開きはここだ。左側に入りそうやな、これ。大丈夫？ですよね。あ、そういうこと？入ったらって。あ、お。取れたわ。ゲットですね。これはさすがにゲットでしょ。こんなに簡単に取れていいんですか。あ、すいません、こんにちは。これ入ったんですけど、輪っかだけ取れちゃって景品が取れなかったです。そう、はい、はいはいはい、取れたことにしますんで。あ、ありがとうございます、はいはい、よろしいですか。ありがとうございます。すげえ、ちょっとこれ頑張って取りたい。すげえ、味あるな。え、ちなみにここって創業どれぐらいなんですか。インベーダーというか、ちょっとなんか40年あったと思った。そうなんですか、はい、すごいな。長いです。ええー。細く長くて、ここにいい職業はね、出たんだけど、いや、ダメだった。あー、なるほど。なかなかね、新職業って出てこないんだよね。そうやって古い職業も食堂だとか、飲み屋さんはみんなやってるし、はいはい、それにはもうとても自分が素人で、かなりそうもないし、その人もね、こんな職業に被害をついてる。でもすごい、めちゃくちゃ。何でも職業そうですだけど、一生懸命やってなきゃダメですよね。うん、確かに。いい加減手抜きやってると、もうどん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 おかしくなってきて。私なんかね、休みで1日も休みらしいです。1年でですか。はい。そうなんですね。年中だから遊びみたいな。そうなんだ。ちょっとお体には気をつけて。はい、ありがとうございます。でもすごいお元気ですよね。はい、おかげさまでね。若い時はね、よく働き、よく遊びだった。だから今はもうそんなに遊びの方にはだからお金残んないです、みんな使っちゃった。僕も一緒です。クレーンゲームが楽しくて全部使っちゃうんですよ。これはプライズの景品ですよね。はい、そうですね。この景品が日本で残ってるのってここぐらいじゃないですか。あー、そうね。ですよね。そこではね、一段分しか買わせないんですよ。はい、一段分と同じものね。はい、そうすると残っちゃうんですね。あー、なるほど。残っちゃうと今まだあるんですよ。大きな店だとね、すぐさばけちゃうんだけど。はい、一軒でもって同じ一箱で数量をね、さばくんで。確かに難しいですよね。同じもの残っちゃって、それでもね、よくさばいたんですよ、今まで。いや、すごいっすよ。さばくんが大変だね。ですよね。軽音のストラップとかあるやん。めちゃくちゃ珍しいぞ、軽音。結構自信あるよ、これ。5ミリぐらい合わなかったっすね、今。いや、さっきのじゃほんとたまたまやったんや。いやー、このエースが良かったな。お願いします。最後1回です。おお、一番いいぞ。今までで一番精度高い。抜けちゃった、残念。いや、でもここめっちゃ面白かったですね。そうですけど、はい、ね、楽しみだね。最初1個の取れたからね、良かったっす。やっぱコロナで大変ですか。そうね、今ね。今1日どれぐらいお客さん来られるんですか。そう、土曜日曜日にね、いいお客さんいるんです。それでやってくれるんです。なるほど。とね、遊びまくってくれる人いるんです。はぁ、そのお客さんでね、はいはい、遊びまくってくれるんでね。へぇ、もうやめてます。あ、そうなんですね。うわ、常連さんにも支えられて。いいな。いや、ここ残したいな。こういうのにも明るく楽しいところがないと、どこ行ってもつまんないからね。そうですよね。何でもないんじゃないの。いや、確かに。そうですよね。ちょっとまたぜひ伺わせてください。宣伝しますね。ルパンさんですよね、ここ。いい名前だな。いや、すげえ楽しかったです。
ょう。じゃあ、お父さんありがとうございました。すいません。また、ぜひ、お会いしましょう。ありがとうございます。スロットとかもいっぱいあって、打ち放題とかあったんで、スロット好きな方はぜひ行かれてください。面白かったです。さあ、ということで本日の DMM モンクルの設定を作ってみたコーナーなんですけど、今回はこちらです。末広がり設定でございます。八の字橋渡しっていうんですけど、最近ねなかなか見なかったと思うんですよ。なので復活しました。はい、こちらのポイントなんですけど、奥と手前の高さが1センチぐらい違います。で、普通にパワーは入ってるので、これはもう激ムズっていうよりかはどちらかというといろんな取り方、もうほんとザ・カプリチオの良さを最大限に引き出した設定と言っていいんじゃないでしょうか。僕は下手くそなんじゃないです。ごめんなさい。パワーマックスですからね。こうなってた時、高い方が動きますからね。あえてぶつけに行くスタイルで。ごめん。これ一番最初にやった時この辺まで来ましたよね、うん、まあまあまあそういう感じで押しもしっかりできるし、手前だったり奥だったりとかもできるんで、めちゃくちゃ楽しいっす。これこちら撮るのが好きな方向けにおすすめしてる設定なので、もしよければこちらやってみてください。さあ、ということで本日の DMM モンクルの設定を作ってみたコーナーなんですけど、本日はこちら、某ゲームセンターでもよくある熊落し設定ですね。こちらの虎杖悠仁のマスコットを頭の方に重りが入ってるので、こうまあ手前とか、まあ、うまく押したりとかしながら出していって落とすと、横から落とすとっていう感じでやっていく設定なんですけど、結構ハイレベルでですね、結構難しいので上級者向けとなってます。ただ普通に狙えたら割と手数もそんなにかからずにいけるんじゃないかなと思います。まあ、ここは配信とかでもやっていきます。こちらの設定、実は虎杖じゃなくて私なんですけど、で、難易度めちゃくちゃ高い、もっかいで、こちらやっぱ詰まってる脳みその分ですかね、もじゃの方が若干軽くなっております。重りが軽いやん。はい、綿も抜いてるらしくてなので、はい、まあ、もじゃの方が簡単なんですけど、その分もっかいはプレイ料金安くしてもいいですか。ありがとうございます。ということです。安くします、はい、数十 DC の差だと思うんですけど、争奪戦するにあたってはやはり使用金額っていうのは少ないに越したことはないと思いますので、もっかいの方も多分最短の手数でいくとあまり変わらないんじゃないかなと思います。テストプレイしてみた感じですね。なのでもしよかったら我々の今年一の自信作、もっかいチャンネル設定、ぜひ挑戦してください。ということで、はい、本日の DMM モンクルの設定作ってみたコーナーはこちら。お待たせしました。皆さん待望の谷落とし設定が完成しました、はい、こちら見てください。足幅プラス1センチぐらいです。パワーもマックス入っております。私テストプレイした時は3手でございました、うん、初見3手で攻略できたんで、ぜひ腕に自信のある方は挑戦してみてください。で、これがまず谷落とし1つ目でございます、はい、2つ目の谷落としがこちらでございます、はい、見てください。こちらのキングオブアーティストサイズの箱なんですけれども、こちら横はめが非常に難しくなっております。はい、この辺からもう滑っちゃうんですよ。滑り止めが効いてないんですよ。効いてないっていうか、先ほどのブースは箱自体に重さがあるんでいい感じで落ちてくれたんですけど、これはね転がったりもしないんで結構難易度高いです。さあ、そういう時にどういう風に攻略すれば取れるか、今年上げたもっかいチャンネルの谷落としの動画、とある攻略法があるんですけど、まあ、それをね使っていただければ結構取りやすいんで、ぜひ試してみてください。ただちょっとそれはまず第一段階です。先にたくさんプレイしていただいた方向けの特典っていうか、まあ、ちょっと甘々なところをご用意しておりまして、それがバレてペイアウトが荒れ出したらその部分だけ多少対策していきますので、この設定は早めにプレイしてた方が簡単かと思います。ぶっちゃけ 2,3 手安定しますよね、これ、うん、しっかり狙えればね。でしかもさ、端幅見せてみて、端幅えぐいっす。端幅広いっす。1センチ以上あります。ほぼ2センチ差もあるんじゃないもん。はい、この手がもっかいの手もするけど、2本は普通に入ります。っていう感じなんで、まあ、どうすれば攻略できるかっていうのを考えながらプレイしてみてください。ちなみに我々が発見した方法は2個始まる取り方があります。もうちょっとユーザーさんがねプレイしていただければ新しい獲得法っていうのも出てくると思いますので、皆さんの獲得報告お待ちしております。それではぜひこちらの谷落としも楽しんでください。またね。本日の動画はいかがでした。実は今回はもう一つ発表があります。なんと1月1日の15時より DM モンクレのコラボグッズが登場です。大人気だったもっかいチャンネルプライズバッグの第2弾、さらには収納ボックスも登場。ダブルチャンスキャンペーンもあるので、ぜひたくさん取ってゲーセンで活用していただけると嬉しいです。実際に使用してみた感じなどはまた後日紹介するのでお楽しみに。